こんにちは、実況女神です。今日からですね、また家を作っていく練習をしていこうと思います。スキンを、アスリート、スティーブかなに変更しました。やったー。よし、では作っていきたいと思います。ちょっとここから練習とかが多くてグダグダになってしまいそうなので、ちょっと編集しながら進めていきたいと思います。では乞うご期待ということで、一旦ちょっと寝ようと思います。よいしょ。視点をね、L、あ、違う、L3 かで変えられました。夕方なので寝ようと思います。よし。どのボタンだっけ？ L2。よし。敵も来ないで朝になるかな？よし、朝になりました。では早速工作スタート。あ、向こうになんか敵見えるけど、気にしなくていいかな。わっ、家に入ってきたよ。びっくりした。ではどうしようかな。まずね、ここの広い敷地にどのあたりに作るか範囲を決めていきたいと思います。まずは囲うことで、ちょっとね、場所を確保していきます。あと屋根とかも作りたいので、横は7マスにしようかなとちょっと思ったんだけど、よいしょ。あと BGM も前回ちょっと大きかったので、30%ぐらいに一旦ちょっと変えました。ちょっと私の声いつも小さくなっちゃうので、声はプレステ4の方で最大にしてマイクは設定しているんですけれども、もしちょっとまだ聞き取りづらいなとかあれば教えてください。あ、7マス数え忘れちゃった。123456。あ、なんか1個多かった気がするけど、まあいいか。ちょっとなんかもう家っぽくなってきちゃった気がする。ここで作りつつ、寝るときは前に作ったベッドで寝れば。あ、どうしよう。待ってね。これじゃないよ。色が違うよ。やっちゃった。間違った。もう。でしょ。こうだ。これで100。あ、なんだ、色は変わっちゃうの？まあいいか、仕方ない。これあれかな、この棒の方が実は早い。だんだんお腹も減ってきちゃってるけど、気にせず頑張っていこう。あ、もう早速家っぽくなってる、本当に。よし。いい感じです。それでは、ちょっとね、ここの、なんか、もじゃもじゃが邪魔だから、よし、破壊しておこう。あと木の上まで取り方も、さっきですね、教えていただいたので、ちょっと練習してみよう。こうでしょう。あ、上まで取れちゃった。とりあえずこの木は短い木だったから、
取れちゃいました。よし、さてまずは何を作ろうかな。壁かな。よし、作業台に、お家のところに作業台があるので、ここでまず木の加工だよね。これかな。あとは壁を作る。先に木のドア作っちゃおうか。木のドアできたのかな。今のでポコッと音がしたけど、あと作れそうなの何かな。地面のなんか敷きたいな、ふわふわのとかあるのかな。乗り物、飾り、ウール、わ、鳥が遊びに来たよ。今ね、作ってて忙しいの。この鳥は食べてるのかな。卵産んだりするのかな。木のつるはし、この辺りも作んなきゃいけないよね。木のシャベル、石でできているブロックと、これも作っておこう。よし、ではここにですね、作ったドアを置いちゃおうかな。ドアを置く場所だけなんかあった方がいいか。この板で、あ、間違った。違う。これを置く。お、いい感じじゃない？これでドアを、よいしょ。ドアを置くよ。はい。あ、間違った。ドア取りたい。これじゃあすごく下にドアがついちゃってる。回収するときはどうするんだっけ。壊すといいのかな。あ、よかった。まずはですね、板をやっぱりつけちゃおうかな。まずそうだね、壁だから、よいしょ。あれもない。これでドアをこの辺かな。家だから普通どの辺にあるっけ、ドアって真ん中かな。ここ、あ、ぽいぽい、やった。よし、あれ、あそこになんかリンゴみたいなのが落ちてる。拾いに行こう。取れました、リンゴゲットしました。手に持ってる。やったね、食べよう。お腹いっぱいになった。よし、ではにですね、あ、何これ、キノコも落ちてる。よし、すごい見てくれてる、ありがとう。ペットになりたいのかな。ではまた木をですね、取りに行こうかな。木のつるはしを持って、この今度木を
狩りに行きたいと思います。よし、いい感じ。随分ちょっと前回よりは良くなった気がします。よし、豆腐ハウスっていう名前らしいです。通称まずは四角いお家を頑張って作っていくよ。よし、まだ掘れるかな。これで教わったのが、待ってね、これじゃなくて木をちょっと初めてだからゆっくりやる。ジャンプしておく。だって、あ、間違った。これでここに乗って、あれ、ちょっとやりながら難しいね。これあれかな、こっちの視点の方がいいかな。ジャンプして、ジャンプしておく。あ、横に置いちゃった。自分のとこに置きたいんだよね。あー難しい。ジャンプしておく、ジャンプしておく。あ、これでいいのか。よし、とりあえず置けた。これでもって、あ、こうでしょう。これでようやく取れるんじゃない。やった、できました。ちょっといろいろ失敗してたけど、ちょっとこれでまた置いちゃったやつの回収ですね。よし、夜になってきちゃった。ここまででもう一度眠りにつきたいと思います。よし、今日はいっぱい働いた。では、よし、おやすみなさい。